久保建英がリバプール移籍へ水面下で交渉が開始してる模様。スポニチ記者が登録者数195万人を誇る PIVOT チャンネルに出演して語った。移籍する確率は80ぐらい。オファーという定義は難しいが、水面下で久保選手とリバプールは年俸の交渉はおそらくしている。そこがまとまれば久保選手は契約解除金が決まっているので、その金額をリバプールが払う。あとはワールドカップがあと2年後にあるので、久保選手が試合に出れるかなどを考えた時の本人の意思次第。基本的に出場保証などの契約をつけるのは難しいが、CL やカップ戦が多いので出る機会はある。もともとスペインのマーカシの記者がこの夏に久保にプレミアからビッグオファーが来ると言っていた。サラー選手はあと1年で契約が切れるので、リバプール的にはレインで出すならサウジに今年売りたいはずだが、本人が残る意思を示してるのでわからない。情報源は語れないが、日本企業も介在しているのでどこにネタが落ちているかわからない。スポニチ担当者が来るって相当自信あるな。ソシエダの日本ツアーが終わるまで情報出さないようにしてるんかな。ロマーノだって何でもかんでも知ってるわけじゃないし、リバプールは急に決まるしな。スポンサーが1枚噛んでるのね。年俸も JAL が一部負担なら出せる金額だし納得、これ実現するね。濁らせて入るけど、リバプールに関わっている日本企業から情報が流れてきているのか。80かよ。少しでも不安あるなら50とかで濁すけど、これはガチやな。柿内さんは酒代とかで日本人移籍とかでもここまでの発言しないから相当自信があるとしか思えない。わざわざ出るってことは実際水面下で動いてることはほぼほぼ確定なんやろな。あとは久保がどう判断するかが問題で、久保が残る決断をしたら何もなかったことになる。リバプールで出れないならソシエダで1年過ごした方がいいからな。スロット監督の起用次第だけど、サラーもいるし久保が出れるような条件があれば久保側も断る理由ない気がする。ここまで喋ってるとワクワクするな。